今日の日々有給、久しぶりにガチャガチャを引いてみました。これは何でしょうかということなんですが、とかマッサージするやつのガチャガチャでした。200円でした。それでは早速開けてみたいと思います。めっちゃね、種類が3種類あって、で欲しいのが当たったところで600円使ったところでやめました。ガチャガチャね、開けにくいんだよな。よいしょ。まずこんな感じ、じゃじゃーん。これはこんな感じで、なんかミニ引き締めローラーっていうピンクとブルーがあって、取っ手の部分を取ってローラー引っ張ったり、まあよくあるリファみたいな感じですね。これね、なんか可愛らしいんだけど、ちょっとこれどうなんだろう、使いやすいのかな。意外です。はい、ただのプラスチックかなって思ったんですけど、意外や意外、なんかゴム製だ。ちょっと足やってみよう。いやこれは痛いぞ。こんな感じ。いや痛いでしょ。え、なんだろう、え、指とかならいけんのかな、ここ、この、いや痛い。結構細め、こんな細い場所あんまないけどね。どこら辺やるんだろう。え、でもフェイスラインはできません。で、私が欲しかったのはこっち、これめっちゃ欲しかった。なんかこれならちっちゃくって結構コロコロいけるかなと思ったんですけど、これはミニリラックスローラーっていうピンクとブルーがあって、でこんな感じで取っ手を持って腕など適度な力を入れて転がしてくださいですって。なんかもう一つミニローラーベルトっていうのがあったんだけど、ちょっとこの3つで600円かけて取って終了しました。で最後これ出たんですけど、あ、これはあ、ゴム製じゃない、プラスチック、結構コンペイトみたいな感じだな。で、いったー、なんか一方方向だけ、なんだろうこれ。いや、いったー。いや、一方方向にしか、なんかあんま力を入れると、いったー、使えな。改善の余地あり。